さんですよね。なんだかいつもと雰囲気が違うような。え？ああ、そういうことか。はじめまして、私はレイゼンというものです。薬売りの方とは別人ですよ。え？でも薬売りさんもレイゼンって言ってましたよ。一体どっちが本物なんですか？え？そのどちらかといえば私が本物かな。地上にも自動ドアやエアコンがあったんですね。これはこれは月からのお客様。月の技術に勝るとも劣らない私たちの工房へようこそ。技術提供や転職を考えているなら大歓迎。失礼な、私は技術提供も転職もいたしません。あまり調子に乗らないでくださいね。確かになかなかの技術力ですけど、月の技術力と比べたらまさに月とすっぽん、天と地ほどの差があるんですから。冷やかしに来ただけなら帰ってもらえますか？商品を買う気も売りする気もないならさ、とっととうせなよ、キムーンラビット。ちなびたキュウリのブブ漬けでもいかがです？すごく柄が悪いし。ああ、仲良くなれたら教えてあげようと思っていろいろと資料を用意しておいたんだけどな。月から送電されるマイクロ波の受信方法やそれを有効に活用するためのノウハウなんかをまとめておいたんだけど、全部無駄になっちゃったか。どうぞゆっくりしていってください。冗談に決まってるじゃん。レイセンちゃんを悪く言うやつなんているわけないでしょ。キュウリの奈良漬け食べる、奈良漬け食べたって言えば捕まらないよ。嘘ですよーだ面白い。うわ、ひどい。ムッキー、なんだよこいつ。お前の生態データは記録したからな、覚えてろよ。いいですよ、いつでもかかってきてください。私のルナナイトキャノンで返り討ちにしてあげます。ああ、月では見たことがない動物が生息しています。月の仲間にも教えてあげよっか。聞こえる？実は今面白い動物が。へえ、フルダヌキっていうんだ。え、怪獣なの？家畜や養殖魚に被害をもたらすって結構凶暴なんですね。あー、見た目だけならとっても愛くるしいんだけどな。月の科学力でおとなしくさせれば肺がん動物としてヒットする気がします。ん？今話していた害獣ってもしかしてわしのことだったのか。うわ、すごい喋った。店員さん、このタヌキって動物を一匹ください。店員はわしじゃ。よってお前に売るものなど何もない。さっさと失せるがいい。誰かと思えば地上に逃げ出した弱虫ウサギじゃないですか。そんな態度のお客に売るお薬なんてありません。地上の医学で作った薬なんてたかが知れてますよーだ。うちの師匠を知らないんですか？
師匠はあの矢心だくれくつ様。そうよ、あの矢心だくれくつ様よ。矢心だくれくつ様の名前を出されたらもう何も言えないわ。当然です、矢心だくれくつ様の作ったお薬は宇宙一なんですから。非常にしては立派なお宿ですね。なんだそのちょっと引っかかる言い方は。あ、ブレがあったならすみません。私は月の都からやってきたレイゼンというものです。上白沢ケーネだ。わからないことがあったら何でも聞いてくれ。それでは早速ですが、一つ質問があります。なんだ。空腹はおはぎを食べれば満たされますし、体力や状態異常も時間が経てば回復します。こんなに宿泊費が高い宿屋に存在価値なんてあるんですか。物事の側面しか見ていない、実に愚かな質問だな。温かな食事、ふかふかの布団、体を癒す温泉、その他もろもろの手厚いサービス、これらは全て心のケアを目的としたものなのだよ。つまり？この施設を利用することで明日も頑張れそうな気がしてくるということだな。なるほど、気持ちの問題だったのですね。恐れ入りました。地上は汚れてるって聞いていたけど、この場所は汚れてるってレベルじゃないですよ。それはそうでしょう。私は役人で、ここは役を引き受ける場所だもの。あるいは地上に存在する全ての役がここに集まっているのかもしれないわね。五寸国、ひな人形、呪符、他にも。聞いてるだけで月に帰れなくなりそうです。お願いだからやめて。いい匂い。見たことも聞いたこともない食べ物がいっぱいあります。あの、そんなに変わったものは置いてないと思うのですが。私の故郷だと水菓子はそのまま食べるのが主流なんです。ですから加工されている水菓子というものはとっても珍しいんですよ。そういうことなら特別に試食をさせてあげよう。いいですか。それじゃあいただきます。おいしい。サクサクと歯触りのいい生地に絹のように滑らかなクリームがたっぷりとサンドされていて、口の中に入れた瞬間、上品な甘みが口の中いっぱいに広がっていきます。こんなにおいしいスイーツは今まで食べたことがありません。少しでも美味しくなるよう愛情を込めて作っていますから。しかし何より驚いたのはこの見た目です。地上では食べ物にこのような美しい細工をするのですね。食べ物にも美しさを求めるなんて、なんだか不思議な感じがします。これはある意味、破壊と創造を併せ持った芸術品と言えるのかもしれませんね。いいこと言うね、気に入った。そうだ、これも食べてみない。はい、いただきます。みのり子はこの子のことが気に入ったみたいね。私はレイセンというものです。
薬売りの方とは別人ですよ。